ことあるいた場所もその時見た景色も振り返らず今を駆け抜け私は何と出会うの立ち止まるほど意味を問うほどきっとまだ大人ではなくて今見てるもの今出会う人その中でただ前だけを見てる10年後の私へ今は幸せでしょうかそれとも悲しみで泣いているのでしょうかけどあなたのそばに変わらない物語気づいていないだけで守られていませんか今がもし幸せならあの日の私のこと思い出してくれますかそこには辛いことに泣いた私がいるけどその涙を優しく思い出に変えてください